に関わっていないと確認するため十分努力したことを示していないとしていますとこうなっております。あのまあこれがね、はい、まあ実際まだ今のところはその、えー、強制労働の。 なんていうかそれにどこまで関与しているか、まあ、関与というのは変な言い方ですけど、えー、まあその労働者をね使っているかどうかっていうのはままこれよく分かりません、はい、あ細かいところはね、はい、ただでも大事なことはです、ね、そのウイグルの,その中国が、ねえー、あのウイグルに人権譲りをしていると、はい、えまあ虐殺も含めて、ね、強制労働も含めてでこれに対してり何らかのこう圧力をかけていかなあかんなというそういう動きが今、 国際的にというか、えー、特にまあヨーロッパでは強くなってますよね。うんうんまあ、これねあの、えー まあ、あの特集でもちょっとれ、まあ、触れますけど、はい、ヨーロッパはヨーロッパで中国と経済協定一生懸命結んで,て、はい、でこて人権問題とか何とか棚上げするのはどうなのかといってポーランドとかハンガリーからあのフランス、ドイツ突っ込まれているわけですよ、えー、だからまあフランスやドイツも人権棚上げて北京とつながっているということに対して、はい、いや俺たちだけじゃないよとしか見えないですよね。は これ見るとだからもうあの本当にこれを機になんていうか日本のメーカー叩いてやろうみたいな悪意もあると思,思うしそういう見方もできるというかていうのかなあんまりこう僕はフランスって基本的にこのもう本当に偽善の国なので,、うん、<laughs> そうですさまじい偽善の国なのでその偽善の国が。えーうん こういういことを言う資格あるるのってなるほどね皮めくればとといううころでしょうか一めくればだってどんだけひどいことフランスやってんだよっていうことを思うとあ本当にどうなのっていう気がしますけどね、はい、だから僕一方でやっぱり日本政府側もこのウイグル問題に関してきちんと調査してこうこうこうなってるっていうことを報告書をきちんと出さないからこういうふうにですよまあ,あの反日キャンペーンされるわけですから。 ね、これユニクロって見ないで日本企業はって捉えるわけだからああなるほどねだからそれはやっぱりそれに対して、まあ、ユニクロがどうこうは別に僕は別にカバオケ全くないですが、うんえー、でも日本企業だっていうふうに言われてる以上は、うん、日本政府としてきちんと対応するという、えー、でちゃんとこれウイグルはね問題も含めてやってますよというような形のアピールをやっぱり日本政府がこれやるというふうにしないといけないと私は思いますよね。はあ ただでもあのこのニュースによりますと共同通信のニュースですがえーオーストラリア戦略,けん戦略政策研究所は去年世界の有力企業80社がウイグル族を強制労働させた疑いがあるとえ中国の工場を取引していたとまあ発表してますねですからまあ今回は多分、ユニクロはえこれがねその告発でまあユニクロを挙げられたんですが。 僕はこういう流れ他の例えば、えー、日本の企業以外の企業にも、うん すするんじゃないかと思ってますけどねあそうだからそういうふうにしていかないといけないと思いますし、はい、このオーストラリア戦略政策研究、まあ、APSAI ですけども、うんはい、ここはあの結構真面目なシンクタンクなので,、はい、であの多分日本政府側もいろいろと連携しているはずなので、はい、こういうところときちんと連携しながら、はい、あの日本企業に対するぬれぎぬであればぬれぎぬきちんとはがらすということもそうだし、うんまあ、本当にあの今なんか日本も国会でこのウイグルに関する 決議をあげようって話をしてますけども、こういうのをきちんとやらないから、こういうふうになるんですよね。宣伝戦なので、こういうのも。はい。本当に宣伝戦なので、その宣伝戦で、あの。中国を使って、日本企業叩きをやるっていうこと、を本当にとにかく繰り返しますけど、フランスとかドイツは平気でやるので。あの、やるんですよ。もうこの人たち、本当に。 だからそこはなんかね、もう嫌な本当は状況だなと思いますよね,そうねだから本当にユニクロだけじゃない、他の企業も、はい、国際的な企業、よくあるんでね、はいえー、それもやっぱり、同じようにやってもらいたいですね。そのそのユニクロのトップの方の発言に言及されてる、ね、ついてんですけど、はい、一応ついて、お話の流れですからね、えー、こちらにもね、合わせて触れてまいりましょうか。<laughs> ウイグル綿井氏ノーコメントという、ね、このニュースの関連で深入り参りましょう NHK の報道によりますと中国の少数民族ウイグル民族の人たちの強制労働によって企業が利益を得ているとの指摘がある中ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は8日の記者会見で新疆ウイグル自治区から調達した綿花を使用しているか問われたのに対して ノーコメントだと述べましたその上で取引先の工場で強制労働などの問題があれば即座に取引を停止していると述べ取引先の企業に問題はないとの考えを示しましたこの件に関して作家の百田直樹氏は11日自身のツイッターで中立は状況によっては黙認ということにもなりますウイグルの強制労働を黙認ということになれば非難は浴びるでしょうねとこのようにつぶやかれております あのー、今回ねその柳井さんがノーコメントだっていうのはこれあんまりこう、えー、企業のトップとしてよくなかったで、ね、よくないですねはい、はい、その通りだと思いますはい本当その通りだと思います, <laughs> いま,すまあいかにその政治的に中立という,ことがとう、ね、そうなさあの、うん、この前のノーコメント政治的中立というのはこれはまあ一種のそのまあ、うんまあ ミャにマーとさ僕もツイッターに書きましたけど、えー、まあ木林というふうで取られますからね。逃げ逃げと捉えますよね。はい。どうしてもこ、ね、だからどうこれで、ね、ちゃんと言うなら、いやあの強制労働とかなんとかの問題があるということかどうかをきちんと調べていると。えー、まずでで,でまず調べていると<ー>でこれは我が社としても本当に深刻な問題であるということをまずメッセージで送るべきですよね。えー、そしてそれがもし強制労働で使われている面からと。 そしたら、ははええー、直ちに取引を停止すると、ぐらいのことは言うてもいいですよね。はいはい、そ,うそうです。そうで、ん、す。あの、いうふうに、やっぱり国際社会の動向の中で、やっぱり人権問題って大事なことなので。はい、これ、きちんとやっているっていうことのメッセージを、と、はいうふうに明確に打ち出さないと。はい。ねはい、この問題についてはね。はい 本当先ほど江崎さんおっしゃったようにですねやっぱりこのだからもう少しここねきちんと調べて今ね産経新聞がずっとこのウイグルの人たちのインタビューしてーあの証拠っていうかねヒアリングして記録を一生懸命作っていますけども<ー>ああいうのをあの日本政府もきちんとやってあの表に出しながら<ー>いやこの問題に関してはきちんとどうなってるのかということで<ー>この,、まあ、あの,この,あの武漢ウイルスっていうかあの問題も含めて 中国にどん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 問い詰めるっていうことを日本は本当にまあ私選手も申し上げましたけどこのウイグルの問題に関しては、はい、日本政府はもう欧米に比べてものすごく遅いですよねいわゆるな、まあ、変な言い方でそう遅いというかねなるべくなら言いたくないなという感じは見えますよね。はい はたから見てるとねああ、えー、とにかくもう欧米ではそのウイグルに対する人権問題をそのその国会レベルですごい非難決議をどんどん次々にしている国が多いんですが、はい、日本政府は国会でもそのいわゆるもう野党も与党もその質問さえほとんどしないというか本当<あ>記憶ないんですけどねそのこれどうなってんねやとなんとかしなければいけないだからつまりその非難決議以前にその国会で話題さえなってないという感じがしますね私は。か今からもう、うん、あの十数年前で まあ、あのあの有本カルさんたちとあの<ー>知り合った時にこのウイグル問題を、はい。 この中川翔一先生が取り上げようということで、はい、ウイグルの問題を取り上げたんですがあの時は本当は議員会館で会合をやろうとしたんですが<ー>やっぱりできなくて、ね、<ー>結局憲政記念館っていうところでやったんですがあの時もですね、うん、もう中川翔一先生たちやろうっつって腹決めてくって、うん、まあ,あの時安倍総理当時、まあ、安倍さんとかあとは江藤誠一先生とかああいう人たちがいたんですが、うん、下村先生とか、うん、ああの本当ごく少数の議員たちだけで動いて。うんうん で自民党も全然。 この動いててくくれなくてだから自民党がこの間ようやく党本部にねあのウイグルの方をお呼びして話を聞くっていうことをやりましたけどだかかから十数年かかってますよねいやしかもようやく最近ね、はい、まあ超党派のウイグル議連ってありますけど、はいはい、ようやくまあ自民党も動き出したのは、はい、まあこれ私の前にも言いましたけどあの先ほどね、はい、江崎さんの名前が、はい、挙げられましたけどあのやっぱ有本薫さんが相当頑張ってもう議員のケツたたいたんですよね。はいはい、あたせいやと ええ言うてねどつくでわ、えー、おしせないと思いあそのぐらいの勢いでゲツたたえて、ー、ようやく動き出したんですからね、えー、だから第二次安倍政権になってあの外務省の中にですねようやくこのウイグルの問題に関する担当者をですね外務省の中に一人置いたんですよ。えー でおいてできちんとこのウイグルの方々の入国問題とかんとかに関して最初は入国とか何とかに関してあのラビア・カーディルさんだ、はい、これでさえ北京はいちいち文句つけてたんですがこれは,はもう文句つけさせない。と<ー>いうことだとラビア・カーディルさんたちに対していろんなこの、ね、あの暴行事件とか起こる可能性があるので警備のこともあって外務省にようやく担当官を置いてでやるということになったということで本当に。 あの遅いですよねこういう人権問題に関する対応っていうのはまあついでやからねここやからもせっかくついでやから言いますけど。はいはいええ あのまあ強制労働だけはなくてですねまあ言葉を奪うとかもう本当にこのはい、本当に理由もなく収容所に送り込むとか、えー、まあいろんなことをされてると言います、はい、でこの実態がなかなかわかりません、はい、でまあ100万人を入れてるだろうって、えー、アメリカ人がね非常に陥ったらそんなしてないでまあ実際には300万人はちょっという話はあるんですけどね、はい、まあまあそれは置いといて例えば あのこれもそのマクロ番組のね、えー、大高さんなんかがよく非常に強く言ってますけどあの臓器移植なんかもね、えー、もうバンバンやられてるって話はありますね。えー、あります、ね、これかか実態わせん、はい、けども例えばネット見てるとね、えー、これはどう見ても臓器移植の証拠だろうというようなね、はあ ええ、そういうネットの写真もあるんですね。えー、まあ、これ、えー、もちろん、これはね、じゃ、それは正し、そのネットの写真が正しく、正しくないから。これは本当にしっかりと、えー、本当はもう、うあの、調べなあかん、あかん問題ですけど。でもね、相当、これ、やっぱりね、怪しい、怪しいというか、の。うん、これ、相当、悪くことやってるなっていうことはあるんですよね。<ー>いろんな証言もありますし。まあ、はい、例えばね。 まあ僕が最近見た写真まあ最近でもないんですけどえ子供がねえ子供の死体なんかいっぱい見,る,見るんですよ、このずたずたにされてねもうめちゃくちゃな後を縫われてもう死体ですわ、だからもういろんな臓器が取られてね、でもね、その子、何の罪もないんですよ、普通に健康に生きてる子なんですよね、そらく、これ想像ですけど、おそらくその子供の両親なんていうのは殺されてますよ、とっくに。 あるの込まれてねだからもうもうまあはっきり言ってみなしごですよねもうそれやったら、うん、あそっから抜いて前へと誰も文句出へんかなとかね、まあ、そんな形でねどんどんその臓器抜かれたりしてることいっぱいあるんですよ多分ね多分あのこれは、まあ、あのきっちりしたまだあの実証されてないんでね、うんえー、私はもう多分としか言い言,いません言,いい言えないですけど。 まあそういうのを見てるとねそのただまあ,まあその多分その親御さんなんかはその,その前にとっくに殺されてると思うんですが、まあ、どんな気持,気持ちかと思いますよね自分は死んでもそのあのあの今の、うん、子供だけはなんとか無事で生きてくれと思って、まあ、亡くなったようなうご両親がですね、うん、子供はそんなふうに次々にそのあこ,こいつの目,目玉角膜取ろうやあこいつの,その肝臓取ろうやとかねもうそんなふうにやられてるこれ,これ現実なんですよね。もう それ分かってもらいたいなと思いますね。必然に尽くしがたいところがもうありますよね。改めて、それでます。では、続いてのニュース、江崎さん、お選びいただいてよろしいでしょうか。じゃあ、あのこの一、はい、番目の,あの4の台湾市のはい、参りましょう。今日は。うん、視聴者の皆さんの注目度の最も高いニュースでした。先ほどね。